この度は数ある英会話スクールの中から当スクールを選びいただき誠にありがとうございます。お待たせしました。これよりレッスンに先駆けまして、私の方からオリエンテーションといいますか、簡単な説明をさせていただきます。申し遅れました。私、あなたの心と英会話、英会話スクールの事務、田中愛と申します。よろしくお願いします。ああ、5分以内で済ませますのでお付き合いください。当スクールの授業には授業 A と授業 B があります。2つにプログラム上の違いはありません。2人の教師が交互に担当するというものです。これは教師と生徒さん、つまりあなたとの相性を考えてのものです。レッスン中、どうしてもこの教師とは合わないというようなことをおっしゃる生徒さんも出てきます。そこで教師2人から交互に教わることで、そのリスクを半分にという狙いです。中にはそれなら毎回教師を変えればいいという意見も出てきます。実際そういったスクールも多いですし。ですが、そうすると当スクールが掲げている生徒さんの心と英会話というモットーを実践するのが困難となります。またやはり同じ教師と2人きりで会話を重ねていただくことで、こちらとしてはその生徒さんの英会話スキルを細かな部分まで把握していきたいと考えてのことでございます。そのあたりどうかご理解ください。それから先に言っておきますが、長いよ前園先生。事務員長い。そろそろ僕と生徒さんの時間にしてほしいな。そう言われましても、オリエンテーションは私の仕事です。こちらの前園先生は当スクールにお越しになって3ヶ月、ですがすでに当スクール一番のレクチャースキルとの評価を受けています。ご自身が幼い頃からニューヨーク、ロス、そしてマサチューセッツ、ボストン、そしてハワイと20年以上にわたる海外生活を経て。まあもういいから、あとは僕から伝えとくから、もう行って、早く僕たちだけの時間にしてよね。はい、お疲れ。じゃあとお願いします。ったく、頭が良すぎる女性ってのは時に愛想もないし理屈っぽくて困る。はあ、申し訳ない、個人的な見解を口にしちゃった、失礼。改めまして、僕が本日あなたのプライベートレッスン A を担当することになりました、前園ゆうきです。よろしく。趣味はバイク、海まで飛ばすのが好きなんだ。ハワイなんかで海沿いをのんびりバイク走らせて。君、僕の後ろに乗る？また個人的な見解だったね、失礼。そして、はじめまして、ジャックです。彼は僕の授業のサポートをしてくれるアシスタントのジャックです。彼がよりネイティブな発音であなたに本当に使える英語を聞かせてくれるよ。よろしく。先生ラッキーじゃない？どうして？この時間の生徒さん、先生のタイプでしょ？ジャック、そういう話は今関係ない。ほら、ズボシ、そういう話は今関係ない。あのね、前園先生、都合悪くなったらすぐこの言葉を使うから覚えておいて。ジャック、それにしてもあなた超素敵。僕わかる、実は男性がこっそり好きになるタイプ。ジャック。はい。個人的見解だけど、君は授業を邪魔するアシスタントなのかな。それならクビにさせてもらっちゃうよ。I'm sorry。 でもこれだけ言わせて、先生ね、今恋人いないの？ジャック、そういう話は今関係ない。それに僕は恋人がいないんじゃない、作らないんだ。真剣交際とか重くて仕方がない。恋愛なんてその場のノリだけでいいだろ。てか僕の個人的な話をしないでくれ。ごめんなさい。ちなみに余談だけど、あなたに先に伝えておきますね。こちらのジャック、好きなタイプは男性です。そういうこと。だから男性に好まれる女性がよくわかるそうだ。
あ、でも前園先生はタイプじゃありません。僕マッチョの方がすっごくいいから。だからジャック、やはり君は授業を邪魔するアシスタントなのかな。それならクビに。いや、I'm sorry。 それじゃ君のための授業を始めますよ。レッスン1、何々できますか。僕らが英語を使うケースとして最も多いのはいつか。そう、海外旅行だよね。君はどこの国が好き？僕は君にハワイの僕だけが知ってる海を見せてあげたい。まあでも君とだったらどこでもいいかも。君と旅に出たい。ああ、個人的な話は余計だったね。ごめん。じゃあこのレッスンでは主に海外旅行時に役立つ英会話から学んでいきましょう。まず最初に覚えてほしいのはジャック。 Could I。 そう、 Could I。 何々できますか、何々していただけますかと人にお願いをするときに使います。 Can I でもいいけれど、それよりも丁寧な言い方になるので僕としてはこっちをおすすめかな。この言葉を頭につけるだけでいろいろ話せるからね。例えばホテルで、もうチェックインできますか？ Could I check in? もうチェックインできますか？ Could I check in? 海の見える部屋お願いできますか？ Could I have a room with an ocean view? 海の見える部屋お願いできますか？ Could I have a room with an ocean view? 私の部屋にワイン持ってきていただけますか？ Could I have a bottle of wine brought to my room? 私の部屋にワイン持ってきていただけますか？ Could I have a bottle of wine brought to my room? 大丈夫？ついてきてる？大丈夫、僕たちしかいないんだから。恥ずかしがらずに声に出していくといいからね。じゃあ続けるよ。では次はレストランでメニューを見せていただけますか？ Could I see a menu please? メニューを見せていただけますか？ Could I see a menu please? カードで支払いできますか？ Could I pay with a credit card? カードで支払いできますか？ Could I pay with a credit card? バイクで送らせてもらえないかな？ Could I take you home on my bike? バイクで送らせてもらえないかな？ Could I take you home on my bike? Could I take you home on my bike? 僕の家に招待させてもらえないかな？ Could I interest you into coming to my house? Could I interest you in coming to my house? 僕の家に招待させてもらえないかな？ Could I interest you in coming to my house? Could I interest you in coming to my house? 君の心の奥を見せてもらえないかな？ Could I see into your heart? Could I see into your heart? 前園先生、君だけに見せたい海がある。そして君の心を全部僕で埋め尽くして。前園先生、ん？今ちょっと変になってなかった？全然。あれ、生徒さんに告白した？ジャック、そういう話は今関係ないぞ。あ、その言葉、個人的見解を話すのは良くないぞ。先生本当に好きなんだ。はい、じゃあ続けよう。次はお買い物で。この服試着できますか？ Could I try this clothing on? この服試着できますか？ Could I try this clothing on? 別の色も見せていただけますか？ Could I see a different color? 別の色も見せていただけますか？ Could I see a different color? この服
プレゼントさせていただけますか？ Could I have this gift wrapped? この服、プレゼントさせていただけますか？ Could I have this gift wrapped? バイクで送らせてもらえないかな？ Could I take you home on my bike? Could I take you home on my bike? 僕の家に招待させてもらえないかな？ Could I interest you in coming to my house? Could I interest you in coming to my house?心の奥を見せてもらえないかな。 Could I see into your heart? Could I see into your heart? 先生ほら、ん？やっぱり今ちょっと変になった。全然、絶対生徒さんに愛を打ち明けてるよ。だからジャック、個人的見解を話すのはやめなさい。レッスンを邪魔するアシスタントならクビに。いや、I'm sorry。 ジャック、少しは落ち着いたらどうなんだ。お手洗いにでも行って気分転換しておいでよ。大丈夫です、遠慮しなくていいから。いや、本当に本当に、ジャック、本当に大丈夫だから。 Could I talk with this girl? Just the two of us。 ごめんなさい、やっぱり行ってきます。 Thank you。やっと二人きりになれたね。なんだかバタバタしちゃってごめんね。大丈夫？ついてきてる？てか僕のこと軽いノリって思っちゃってる？だよね。ちょっと個人的見解を聞いてもらってもいい？ありがとう。僕ね、幼い頃から親の仕事の都合でニューヨーク、ロス、ボストン、そしてハワイと20年ほど海外で暮らしてきた。ずっと一人だった。いろんな街で暮らしてきた。いろんな海を見てきた。綺麗な海に出会うたびに思ってたんだ、いつかこの海を素敵な人と眺めることができたらなって。でもそんな日が来るわけがないとも思ってた。なんでかって、恋人を作らないって決めていたからね。自分にはそんな資格がないと思ってて。そう、いつも別れが来ちゃうから。親の都合で転々と引っ越しを続ける生活だったから、好きになるだけ辛くて自分から避けてきた。だから恋愛、軽いノリっていうか、そういう感じで自分ごまかしてるうちに、なんか僕には一人が似合うなーってさ。でもびっくりした、君に会った瞬間から恋人は作らないって決心が、正直少し、いや、とても揺らいでる。君、海は好き？って今日出会ったばかりでこんなこと言っても信じてもらえないよね。でも個人的見解だけど、君だけを連れて行きたい海がある。僕と旅に出ていただけますか？二人きりで旅へ。 Could I go on vacation with you? Just us. Could I go on vacation with you? Just us.